原作ファンが多い作品だというのももちろん知っていましたし、もう35年ぐらいのそのシリーズにされている中で、まあ、本当に今このタイミングで映像化されるというのはすごく、まあ、僕で大丈夫なのかなという思いもあったりはしたんですけど、まあそうですね、まあ、原作ものが映像化されるのが多い中、まあ、不安はやっぱりたくさんあるんですけど、でもやっぱり原作者である生みの親である島田壮司先生が喜んでもらえたら、もうそれはもうそれが一番いいんじゃないかと思って、やらせていただくことになりました。実を言うと、そのこの映画化の方が先に決まっていて、はい、まあ、それに合わせてドラマが作られたんですね。まあ、本来であればドラマを作ってから映画化だと思うんですけど、なので、まあ、そういう意味で見たら清志という役をやらせてもらうのは2作目でしたし、ドラマから映画に変わって、もちろん監督、スタッフ、キャスト、すべて変わってしまったんですね。まあ、役をつなげる僕しかいなくてですね。なので、そこを、まあ、泉監督もすごく大事にしてくださって、まあ、どうされたいですか、いい意味でその継承をしてくださるということで、まあ、こうしたいですっていう話をさせていただいて、それを形にしてもらい、まあ、ある意味任された部分があるのでちゃんとやらなきゃと思いながら臨みました。実際にね、ちょっとご一緒するシーン多かったと思いますけれども、お互いどういう印象をお持ちになりましたか？まあ、本当によく喋る方なんですけどだけどやるときはやる、しっかりとした芯のある人だなと思いましたね。もう本当にこういう女性的な容姿はもちろんされてますけどだけどすごく中身は体育会系で、泉さんが、まあ、こうしてくれる、アリスこうしてくれ、あ、こうしてくれっていうのを、はい、わかりましたと言ってまず返事をしてトライするんですよ。小川美雪という役をちゃんと全うしようとしている感じが気持ちよかったですね。ありがとうございます。いや、ちょっとこんなこと言われたの初めてで、いつもなんかこういろいろ言われるのでお前はなんかすぐゴキブリ投げてくるんだろうなんかいろいろ言われていたのでちょっとほっとしました。1年前のこと、寒い日もありました。玉木君なんかもう寒くてごわーっダウン着てくるんですけども裸足なんですよ。この人の暑い寒い感覚はどうなってるんだと思ったんです。そんな寒い日ありましたねあったマネージャーがユニクロにねダウン買いに行った日があったんだよ。舐めてきてあったのよ。その時も話だったんだよ。ビーチサンダル一つだったんだ。その時もなんかありましたね本当になんかいろいろ思い出します